あ、何？なんか車が走ってる音が聞こえますが、何うるさくなって。I'm lost. I'm lost? I'm lost? 何？ Maybe I can ask the farmer for directions. ああ、いきなり始まんのこれ。え？あ、でもなんとなくわかりました。道に迷ったので、この子にある農家の人に方向聞きたいなみたいな感じなんでしょうね。タイトル画面とかないんだ。ということで、どうも皆さん、お世話になっております。ピーチスと申します。本日実況させていただくのは、The Aggressive Pizza さんという方がご制作なさった、ヨハンズファームというゲームです。こちらね、視聴者の方からお勧めいただいたゲームなんですけれども、ホラーゲームらしいんですが、クソゲーらしいんですよね。ちょっと、もうその片鱗がもうひしひしと伝わってくる見た目なんですが、まあね、どんなクソゲーでもね、面白い部分はたくさんあると思うんで、そこら辺を楽しんでいこうと思います。さあ、ファームですね。ここは農家なんじゃないか？入ることはできないというか、もう完全にこれ画像1枚絵だよね、これ。まあ、ワープポイントが設定されてる可能性もあるんで、入れることもあると思うんですが、トラクターが置いてありますね。トラクターが置いてあるが、乗ることはできない。まあ、車あるんでね、自分の。乗る必要はないよね。では、まあ、のどかな。なんかいますね。待って。あれがおそらく、ね、方向を教えてくれるおじさんなんじゃないですか？なんか見た目的に。おばさんかもしれないけど。でもなんかすんごい作物のない畑。大丈夫かこれ言って。酪農家さんなのかな？それにしたって何もないよね。畑やってんの本当に。収穫終わったところで、なんか聞こえない？大丈夫なのこれ。ホラーゲームだからこのおっさん絶対悪者じゃん。なんか話してるんですけれども、何話してるかよくわかんないね。なんか言ってる。ちょっと待って、近寄るの怖いんだけど。なんか言ってる。いやいやおって言ってる。あれか。おうまくなるならハーダーファーム。いやいやお歌ってんのか。農家らしく。向かい合う？あ、でも別に襲ってこないんだ。何？友好的な歌ってるし。何？ああ！ごめんなさい、叫んじゃった。何？なんて言ってるの？あれか。なんか、ちょ、すっげえスキャンしてくる。なんで2人いんの？てか、ここどこ？なにスキャンしてくる。ちょっと待って、わかんない。でもなんか、あの歌はわかりましたね。多分、ナグメティイエレポ、イヤイヤオって言ってんですよね。多分それはスロベニアの言葉だったような気がするんですが、ちょっと記憶は定かではないですね。もう学生時代古いからな、もう。ずっと前の話なんて覚えてないですね。はい。This is the only window that's not fortified with GNOJ。なんか GNOJ っていうのはなんだかよくわかりませんが、この窓がなんか強化されてない唯一の窓らしいですね。なんだそのアピールは。GNOJ っていうのも多分スロベニア語かなんかなんだろうな。全然頭に思い浮かばないもん。まあね。ここはいけんのかじゃあ。飛び込むとか別にそういうわけじゃないんだ。じゃあ捕まってるという認識ではないのか。なんか私が倒れちゃって、あの農家の人が助けてくれたということなんでしょうか。蓄音機が鳴っている。さあね、まあなくめていやれっぽいやい絶対出るいやよクリブクラベル向かよいやいやよ絶対これ部屋ごと出るでしょ。部屋行ったら出るでしょ。ここなんかすごい廃墟感がすごいな。なんか扉とかないんだ。はい、何もないね。ここら辺のガラスは強化ガラスなんだね。だから絶対椅子の配置とかなんか後々なんかアイテムとか使って逃げ出すやつなんじゃないかなって想像してるんですけれども、どうでしょうか皆さん。どうなんですかね。でも出口あるよねここに。これ多分出口でしょ。特に出ることができませんね。いいキーとか押しても反応しないね。あ、もう施錠されてんのかな。階段の裏には特に部屋はないみたいです。じゃあこっちは、こっちには誰もいない。お、農家のおじさんとかいないね。え、何なんだこっちは。いないいないですよ。あ、シフトキーで走ることができる。この操作苦手なんだよね、私。シフトキーを押しながら、なんか置いてあるよ。これ乗り越えられる？あ、ダメか。これ乗り越えられないわ。絶対あれ取ったらなんか出んじゃん。何にもいないんだもん、今まで。え、これなんか取れんの？ああああ、なに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 、ちょ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 、こっからこっからなんかニューキャラ出てきたんだけど、おじさんじゃなかったよね、あれ。明らかにおっぱいあったよね、おっぱいあったよね。おばさん、農家の奥さんですか？奥さん、やめて、絶対来ないで。うわあ、もう絶対ぶつかんな、これ。ほんと無理、ほんと無理、このどうすんのこれ。これ向いてる方向が大事だと思うんで、こっちを向いた状態で取る。できないんだ、ぶつかるだけで取るんだ。はは、何？しかも視点が固定なんだよ、視点が固定。オッケーオッケー、逃げろ逃げろ。多分強化ガラスの方に行くんだ、多分強化ガラスの方に行く。いけいけいけ、おし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 、扉扉、ほんと扉、半開き扉。オッケーオッケー、あああああ、捕まったんかい今の。ああ、なんだこれ、なんだこのゲーム。よーし行くぜ。常にシフトは押した状態、小指がプルプルしてるけどね。いけいけいけ、なんか詰まる、なんか詰まる、なんか詰まる。これだって敵結構壁抜けてくるんだもん。ここ行ってこう行ってこのギリギリを越えていかないといけないんだ。うわ、きっついわそれ。しゃあ行くぜ、絶対絶対逃げ切る。まずは後ろに振り返る、後ろを振り返る、でこう行く。おし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 、今危なかったよ。すぐそこまで来てんだろ。でも上がってんだよ、だからここで吸っていく。オッケー、やりまし、やったぜ、やったぜ、クリア。ヨハンズは、え、なになになに、なんかある。え、なに？ Find all 5 bottles of つべチェック before he gets you。 え、彼が私を捕まえる前に5個のなんかスベチェックって、多分スロベニアのワインなんだよね。確かそうだったような気がするんだけど、私さお酒飲めないんでよくわかりません。襲ってきてんじゃん、もうトラクターに乗って。5個のボトルを集めるらしいです。じゃあこの畑がすんごい広いで、自分どこにいるかわかんないし、で、あ、畑の中しか歩けない、ほとんどだから。この畑がちゃんとに直線上に耕されてるので、端に行ったらちょっと移動して戻る。あ、でもそうすると後ろからトラクター来てた場合アウトやん。うわ、どうすんのこれ。これすんごい広い。ここらへん行く。来てる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 、後ろ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 。怖いな、あれ。何、おばさんが乗ってんのかな、あのトラクター。さっき追ってきたおじさんはね、なんかボトル、有効的。ボトルは触っただけで拾えるみたいですね。今すんごい勢いで通過しちゃった。ね、おじさんは有効的だったんで、かなりね、倒れた私をなんとかスキャンしてベッドまで運んでくれた人なんで、おばさんが多分ね、今回襲ってくる敵だと思うんですよ。ですので、あのおばさんはね、本当にもう、ボロ、イェイボロ、ボトル、ボロー、no, please don't stay away from me。 やめてください。うわ、来てる、すっげえ音する、すっげえ重機の音する。うわ、どうすんの、うわ、ボトル、オッケー OK です。何本当にでもトラクターの速さよりも私の足の方が速いという謎の設定なので逃げ切ることは可能ですね。これ速くないとゲームになんないもんね。でも全然探す。今4本目だよねきっと。あと1本じゃない？すごい運だけで走り切ってるけどこの広さを。多分こっちの方見てないからこっちの方にあんじゃないの。一箇所にまとまってるってことないもんねきっと。どこうーわ全然見当たんないよ。あ、ここ戻ってきちゃった。あ、じゃあこの家の裏にあるなきっと。うわ、いけねえじゃんこの家の裏。あ、そっか、裏には道が広がってるだけだわ。じゃあどうすんの？おそらくあのトラクターは私に向かってくるだけなんで、まあ90度45度以上違うわ。なくめていやれぽいやいやよクレーブクラベル向かよいやいやよもう音水素の音。重機の音する。あったなにうわすげえ、もう最後の方も完全に無言になってたよ私。うわ動かせる。視点だけしか動く。おいババあ、何して椅子にくくられてる。ちょっと待って。動けない。ナクメティエレポじゃねえよ。全然美しくねえから。おめえの牧場全然美しくねえから。ちょっと待った。でかくねえ。私の車が止まってる。何？これで終わりです。ということで、ちょっと待っても何も起こらなかったんでね、ヨハンズファームはここら辺でエンディングなんじゃないかなと思います。まあ衝撃のエンディングというか、まあ作中を通してね、すごいカオスっぷりとホラーぶりがうまく合わさってね、すごいカオスホラーゲームだったと思います。ぜひ皆さんもやってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願い申し上げます。おいてめえら、チャンネル登録を忘れんなよ。ほう